走れ大井チャンネル。はいどうも、走れ大井チャンネルです。今日はですね、こちら、シャトルバドミントンで使うやつなんですけど、よくこれを使ってバッティングをするときありますよね。今日はちょっと今玉川緑地に来てるんですけど、ちょっとまだ、集合まで時間があるんで、ちょっとこれでアップを兼ねたバッティングやっていこうと思います。では行きましょう。はい、というわけでシャトル打ちを行ってきました。シャトル打ちはですね、ちっちゃい子とかが近くにいても危険ではなく、安全に行えます。でも本当に少しのスペースでできますし、そして怪我もしないということで、かなり安全なバッティング練習ですね。例えばピッチャーライナー来たとしてもそこまでこう痛くないと思うので、本当に小学生、中学生でもできると思います。今ちょっとやってるんですけど、やっぱ風で変化するんで、しっかり引きつけて、センターから逆方向、インコースに来たらちょっと引っ張る感じで今打ってますね。はい、こんな感じで急に低めに落ちる時もあるので、風の抵抗で落ちる時もあるので、その場合はしっかりと膝を使って低めを打つようにしました。かなりボールが、シャトルが変化しますね。はい、ここからは横の角度でご覧ください。はい、というわけで今ちょっとシャトル打ったんですけど、やっぱり、空気によって風の抵抗とかでボールが曲がるんで、しっかりと引きつけてへその前で打つイメージで打ちました。ポイント前でもいいんですけど、やっぱり変化しているので、自分の場合はどっちかというと引きつけてセンターから逆方向に打つイメージでやってみました。アップとしてはかなりいいアップだと思うんで、練習になりましたね。というわけで、今日はシャトル打ちを紹介しました。皆さんもぜひやってみてください。ちなみに今これから撮影が始まるんですけど、向こうさんとかいろいろ来てるんで、これから頑張っていきます。では今日の動画は以上となります。チャンネル登録、ツイッター、いいね、よろしくお願いします。では、失礼します。チャンネル登録、お願いします。